問題64。介護家庭における生活課題と目標に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。1。生活課題は利用者の望む生活を実現するために解決すべきことである。2。生活課題は生活上の困難を発生させている原因のことである。3。長期目標は実現が不可能なものであってもよい。4。短期目標は介護職の行動目標である。5。目標を達成するまでの期間は設定しない。はい、介護課程は皆さんね、実務者研修でたくさん勉強すると思います。これ、まあ下から簡単にいくとですね、目標を達成するまでの期間を設定しない。これもおかしいですよね。短期目標とか長期目標があるわけですからね。いつ頃までにどうしたいというふうに、こう期間は必ず設定します。だから5番ダメでしょ。4番の短期目標は介護職の行動目標。違いますよね。短期目標は、例えば1ヶ月とか2ヶ月とか3ヶ月の間で利用者がどのようにできるようになるかと、そういう目標ですよね。 3番、長期目標は実現が不可能なものであってもよい。ダメですよね。実現が可能な目標を立てます。ナンセンス。はい、これ2番と1番ね、2番間違って選んだ人いるかもしれません。生活課題は、課題というのはね、課題、上も課題ありますよね。これは解決しなければいけない、もしくは解決する問題ですよ。解決しなければいけない問題。はい、生活課題は生活上の困難を発生させている原因のことである。まあこういう問題もあるかもしれませんよね。でもね、答えはこう1番になるんですけど、1番がもうその通りなんですね。だ、最も適切なものだから、これ1番。ここがなんでこうなるかというとですね、この生活上の問題、生活上の困難を発生させているって、これ、介護に関係ない問題もありますよね。生活上の困難っていうのはね、利用者さんにとって。で、あくまでも介護家庭ですから、介護する上で、どういう問題を解決しなければいけないか。だから、こう、生活上ってその一般的なことではないと。わかります?これ。で、一番は、まさにこれですよね。ね、利用者の望む生活を実現。ね、利用者のが、こう、このようにしたいんだと。ね、少しは、杖をついて歩けるようになりたいとかね。買い物は一人で行けるようになりたいとかね、そういういろんな、こう利用者が望む生活を実現するために、じゃあ解決しなければいけない、解決すべきこと、これが生活課題と、この通りなんですよ。だから答えはもう1番ですね。